瀬穂子です。今日はですね、省エディシーさんが100円のチョコジローをたくさんご提供してくださいました。イエーイ、お腹が空いたよ。エディシーさんから大量に、めっちゃ大量に届いて、しばらく玄関のところにずっとあったんですよ。これがすごいですね。これ何袋提供してくださったんだろうか。非常食として活躍しそうです。しばらくなくならないよこれ。嬉しいです、ありがとうございます。百山チョコジローって知ってた？みんなこのキャラ可愛いね。でもなんでこの会議で新商品の名前をよし百山チョコジローにしよう、おーってなったんでしょうね。じゃあ食べていきたいと思うんですけれども、さあでは全部出してみるか。おーすごい。え、これがすでにさ、コンビニ1店分ぐらいの感じがあるんだけどめちゃめちゃ入っとるよ。え、どうしよう、めちゃめちゃ入っとる。ギャー、百山タワーできとる、すごーやばー。中野にタワマンできちまった。え、これでやっと一箱が開いて、この下にあるんだよね。ちょっと出してみようね。違うやつだった今回、こっちは小袋ファミリーパックみたいなやつがめちゃめちゃ入ってる、どうしよう。え、めちゃめちゃ出てくるよ、うわすごい。もう一生困らない、さっきのチョコジローに関しては。うわとんでもないことになりました。我が家がさくやまチョコジローカンパニーになってしまった。すごい大富豪だよこれ。百山チョコジロー祭り。じゃあせっかくなんでこの業務用の箱から開けたいと思います。おー、天面を切り取って背面のポップとしてご利用ください。こうやってやってるんだコンビニの皆さん。やってみる、それをやってみる。これを切り取ってこういうことだ、こういうことでしょ。おーすごい。いや、多分間違えてるんだけどね、これがこう飛び出なきゃいけないけど、ちぎっちゃった。じゃあ、早速いただきたいと思います。1袋231kcal。 いいね、1日のおやつにはぴったりの感じだね。初めて食べる、可愛いですね、パッケージがね。生まれて初めてのさくやまチョコジロー。あ、ちっちゃいよ、思ったよりちっちゃかった、意外と。じゃあいただきます。のチョコだ。分厚くって濃厚チョコで、ビスケットが負けじとザク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 、すごいナイス食感で、あ、すごい美味しい。滑らかに溶けていくし、濃いよチョコが、めっちゃめちゃね、結構入ってますよ。なんかチョコが厚くて濃くて多いんですよ。でもこのビスケットのザクザク感が追い打ちかけてくるから負けない。でもやっぱりチョコが勝ってくれるっていうところが大満足や。ちなみに中さん、クライアント様からのご要望でですね、そのビスケットの裏側に、チョコジローの片言の言葉、これが SNS で大人気らしいんですけども、中川さんに可愛く読んでほしいという希望が来ております。ちょっとスルーしてたんですよ、その文字意味不明系とシュール系となぜ系があるんですよねこれ読むの相当勇気がいるんですよねどうしよう。じゃあ行きたいと思います。しょうやデイジーさんがおっしゃるならね、しょうがないですよね。手に取ったのがこれだったからしょうがないね。行けるタイミングを探ってるけど、でも貯めれば貯めるほどよりなんかダメージになる気がするから行っちゃった方がいいんでしょうね。行きますよ。カスタネッチョ。なんか一発目から引きが強いです。次は何でしょう。これは恥ずかしいやつ。日を改めた方がいいかもしれない。ちょっとおへちょ。びっくらちょ。一丁懸命よっこいちょ。よし、あと一個で絶滅させてやる、この人。行くぞ。ご
市長様。はい、分別。でも一体何種類あるんだろうね。じゃあ、もっと食べたい。でも美味しくて、どういうことこれ。もう意味が分かんない。意味が分かんないこと私今から言うけど、でも私のせいじゃない。誇張技。え、入ってるこれ、入ってるこれ。私のせいじゃないから、知らないから。フォレンチョ、声やるから。おっちょこちょこ。中川さん、大変申し訳ないです。実はクライアント様からの要望で読みます。中川様のギザに続くような言葉遊びを、ビスケットに書かれているチョコジローの片言の言葉ありがちょなどで、ポーズをつけていただき楽しく演出を希望します。つまりどういうことだろう。聞いたけど分からない。要は今読んでいただいたメッセージにさらにポーズをつけなさいというクライアント様からの希望でございます。どうしましょう。じゃあこれなんて書いてあるか、動きをするので先に当ててください。その後見せてください。なんて書いてあるか、いくぞ。体でヒント。よっこいちょ。ブー、ジョリンピック。いろんな球技とかカーリングとかやったじゃない。もうなんでわかんないの。これ当ててください。なんて書いてあるか、いきますよ、いきますよ。もう答えを言ってる。カスタネット。これ難しいな、これ無理だと思う。どうしよう。ミュージックスタート。ドレミファチョ。ドレミファチョ。ドレミファチョ。チョコジローの楽しいおしゃぶりがたくさんあるよ。絵柄が出たらラッキー。え、絵柄出るの？チョコジローも表面のチョコレートの刻印のチョコジローも30種類あるらしくって、シークレットチョコジローがあるらしい。じゃあ絵柄が見たいので大皿にガンガン出していきたいと思います。絵柄、絵柄来ませんね。気になるな。本当に入ってるのかな。これだけの量があれば当たるよね、さすがに。見たい見たい、ここまで来たら見たい。作山くん、本当に本当に絵柄なんてものがあるのか。来ませんな。こっちか、こっち行くか。じゃあ丼がどんどん上がっていきますけど、でもさ、このさ、これちょっと当てられたいな。ここにあるやつね、いきます。はい。ありがとう。違う。わー、今日はなんていい日なんだろう。天気もいいし、ピクニックにも行こうかな。違う。あー、こんなに美味しそうなチョコジロー初めて見た。違う。パワースポッチョ。何に当たらないのかな。おいしい、おいしい。これいくらでも食べられる。でも当てたい。いませんね。本当に入ってる？ん？あ、これは？あ、来た？あ、
来たかな、あれこれ当たり、当たり来た、もう文章じゃないから、まあそういう反応になりますよね、まあまあ、やった、まあまあ、うん、そうなりますよね、まあね、こういうことだな、OK、満足した、うん、さあ中川さん、当たりも出たところでもう一個ですね、今中川さんに散々このメッセージを読ませたチョコジロー、こちらもクライアント様からのご要望で、このチョコジローを中川さんに書いていただきたいというご要望が来ております。すぐ書けそう、いいね。そして3月26日がですね、チョコジローの日という日に認定されている。すごい、認定されるほど、はい、3月26日です。なので中川さん、ちょっとあの iPad でチョコジローを書いていただいてもよろしいですか。おお、書きます。お祝いしなきゃね、チョコジローの日をね。 OK、 じゃあ尺山チョコジローくんを書いてみたいと思います。やばい、一瞬でかけてしまってもう終わっちゃう。思った。ちなみにお母さん、そのチョコジローなんか擬人化するとか劇画タッチとかってできるの？あ、擬人化したいな。できるんですか？何でも擬人化はできますよ。なんか中学生の時とかすぐ擬人化してた。何でも何でもできる、擬人化っていうものは。いけますよ、いけますか、ぜひ。チョコジロー、イケメンバージョンがいいかな、とりあえず。はい、できました。尺山チョコジローを擬人化してみました。イケメンですよ。これパーカーをね、フードかぶってるんだと思うんですよ。このままいくとさ、なんかスポーツ狩りの坊主の男の子になっちゃうから、ちょっとイケメンにしたかったんで、茶色いフードをわざとくかぶって、で何にも下履いてないみたいな。履くわけないよ、チョコジロー履いたことない、履いた試しなし。このラインのさ、ここにさ、シャワーの水が溜まるのをさ、虹の滝壺と呼んでるんですけど、ありです。虹の滝壺を持ってチョコジロー、しかもめちゃくちゃいい体してますね。山で鍛えてんのよ、多分。ちゃんとここにモグノリス書いてきました。これあれですね、パッケージ化してほしいですね、期間限定。してほしい、お願いします。チョエデイシーさん、これのパッケージ出してください、お願いします。チョコをなんとかお願いします。チョ、はい、ということでですね、今日は尺山チョコジローをめちゃくちゃたらふく食べました。そして裏に書いてあるメッセージで遊んだりとかしました。これあの撮影してる合間もスタッフさんが自発的にあのジェスチャーでなんて書いてある手帳かゲーム始めてたんで、ちょっとなんかもし殺伐とした空気の会議とかそういうのがあったら、ちょっとやってません、これなんでしょうって始めてみたら空気が柔らかくなるんじゃないでしょうか。いろんな遊び方ができるし、あと美味しい味が、なんでね、皆さんもぜひ尺山チョコジロー食べて遊んでみてはいかがでしょうか。そして擬人化してみてはいかがでしょうか。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね。でも私ちょっと我慢できないんですけど、怒られたら削除っていいんですけど、鼻血出したい。鼻血裸でダメージ男子にしたい。はい、シャムレーシーさんは怒るのか検証してみたいと思います。私の壁を入れるとこうなる。鼻血入ってない。まあ、お絵かきは自由ですから。またねー。